駄菓子のみピンポーン、そのチョコどうぞ。ありがとう。スタンプラリーに参加した子どもたちに駄菓子をプレゼント。訪れた人に駄菓子で笑顔を届けようと、岡山市の池田動物園で開かれたイベントです。駄菓子の日を定めた業界団体から依頼を受け、環太平洋大学の学生が企画と運営を手掛けました。嬉しい。ハッピーな気持ちをそのご家族で共有していただくっていうことに意味があると思うので、笑顔もたくさん見れてるのでとても良かったなって思います。